と思います第1部では活躍する女性議員の方からこれから社会を担っていく若い世代に向けてお話しいただきます実は私には絶対に女性議員の方にスピーチしていただきたいと思った理由があります最近暇さえあれば女性議員もっと増えた方がいいよねって周りの人に言ってるんですけれどもすぐこう切り返されますでも女性って言っても誰でもいいわけじゃないしとかあと やばい人がなったら女性でも困るんじゃないみたいなことをなんかもうすぐすぐ言われちゃうんですねでも、えっと、私的にはその答えは一言でえその通りですよねって女性でも男性でも議員は誰でもいいわけではないですし私たちの代表ということなのでやばい人がなったら困るのは当たり前です。 でも、えっと、それでもなんでそんなに、えっと、私の対話相手がすぐこ困ったりとか心配になってしまっているのかなと思ったときにやっぱりなんかそんなにその女性議員の方がもちろん鋭い質問をぶつけているとかそういうシーンはかなり目にするんですけど。えっとどんあ マスメディアでも取り上げることが多いと思うんですけれどもどんな理想を持っていてその人が何のために議員をやっているのかっていうコアの部分を、えっと、もっと聞くイベントをやりたいなと思ったので今日は、えっと、これ以上ない方々に来ていただきましてスピーチをいただくことになります、えっと、本日まず衆議院議員の野田,恵子野田聖子さんそして同じく衆議院議員の山尾詩織さん そして同じく衆議院議員の池内沙織さんに来ていただきましてお三方から特に若い世代に向けてメッセージをいただきますそれではトップバッターの野田聖子さんよろしくお願いいたします皆さんこんばんは,は、えー、衆議院議員の野田聖子と申します 私は自由民主党というところに所属をしています、えー、女性が参政権を与えられて71年目ということですけれども私自身が選ばれる側選挙に出る側になって実は今年で30年経ちました一番最初は26歳の時に岐阜県の県議会議の選挙に出ました本当にあの奇跡的ではありましたけれども、えー 最初の選挙で初当選をしましまたでもその次の選挙では、えー、衆議院にくら替えしたことで当時はまあもう30年も前の話ですから、えー、男性はもとより女性の有権者も、えー、政治というのは男が基本的にやる仕事で女性がやるならば えーまあ、相当の人でなければ許されないっていう厳しい、えー、ムードがございまして時の,その女性議員のお手本っていうのが市川房枝先生であったり、えー、土井貴子先生であったわけですねつまり、えー、そもそも男性がする仕事が政治であるとで女性がそこに進出したいとする,するのであれば男性以上に働かなければならない そして自分が女性であることを捨ててやっぱ捨て身でやってくれないと困るというのが男女共通のの有権者のプレッシャーでありました、まあ、結果として私は最初の選挙29歳女性独身ということがまあ気に入らないと生意気だということで相当叩かれまして幸いのことに当時はあまり SNS がなかったもんですから炎上することはなかったんですけれども、まあ、相当厳しい成績で落とされました。 で次どうしようかなと思ったんですがやはりここでやめては女がスタると。 まあ女を出すこともどうかと思ったんですけれどももう一度やはりチャレンジしようということで、えー、落選後次の選挙では議席をいただくことになりましたただ今思うとこれは抽選局であったので私の印象からすると、えー、抽選局って複数区ですから5人選ばれるんですね岐阜県1区というところはまあ5人のうち1人ぐらい女がいてもいいんじゃないの的な選ばれ方をしたと思っています。 ですから当選してからも男性の先輩議員がどしどしと仕事を受けそしてまあ地域のため日本のため様々に活躍される中私は回転休業、観光鳥のようなものでまさに花、まあえー、を添えるというか、えー、まずは男の議員でそして女性もいるよねということで自民党では散々客寄せパンダのように活用されました。とにかく当当時時初当選した時は えー、自民党においては15年ぶりの大議士ということで、えー、32歳でした、えー、平均年齢が60を超えてる政党ですからで全部おじさんですから目立ってしょうがないでやはり珍しいもんですから全国各地から応援に来い来いと言われて、えー、後々です、ね、私をぶった切った先輩議員たちのところまで応援に行ったことを悔やまれてなりません。 いずれにしてもそんなような経験をする中で、えー、女を捨てざるをえなくてそして結果何が起きたかっていうと結婚が40までずれ込みましたつまり有権者支援者そしてマスコミも、えー、国会議員を続けたいんだったら結婚なんかとんでもないましてや子供を産み育てるなんてそんなこうあの合間を作っちゃいけないみたいな今でもそうですけどね で私の、まあ、少し下の橋本聖子という議員がいるんですが彼女が子供を産んだ時はもう全てのマスコミから議員を辞めろというそういう特集を組まれたりして本当にまあ大変茨の道を歩んできて私はあの橋本聖子さんほど短期がなかったんでそんなに叩かれてまで結婚をするのはどうかなまたは子供を産むのどうかなというためらいの中である時、えー 37歳で郵政大臣の仕事を得たんですけれども38歳で終わった時に講演会の人に呼ばれて聖子さんそろそろ結婚した方がいいんじゃないかって言うんですねでどうしてですかって聞いたらやはりその世間の女性の有権者たちが独身を謳歌して好きな仕事をやって男とチャラチャラしている野田聖子は女性の代弁者じゃないって言い出してるんだよと。 はあ、みたいな感じで, <laughs> でいやもうこれからやっぱり政治活動をつ続けていくためにはそういう普通の主婦と同じようなその環境を持ってないとあの女性の有権者から見放されるとかとんでもないことを言われて今までと逆じゃんとか思ったんですけど、まあ、それもそうでもともと結婚を別に否定もしてなかったしできればしたいなと思ってたんでようやくこうドアが開いたのかなっていうことで、まあ、慌てふためいて結婚したのは40でした。 もう一つ、まあ、結婚はいいんですよ、どうでも、それでも一番つらかったのは、こうなすのに大変苦労したということですね。 あの皆さんもご承知のとおり産み時っていうのは残念ながら、えー、科学的にもある程度定まっていて40でスタートはトゥーレイトなんです、ね、もうそこで本当に失点抜刀して、えー、なかなかもう自分の子供が授からないっていう10年間なんか不毛の苦しみ、まあ、不妊治療を経験して、えー、大変大きなその時間のロスそして金銭的なロスそして精神的なロスっていうのを経験しました。 でまあ、あそこで吹っ切れたんでしょうね。 えーまあ、おかげさまであの選挙のは勝ち続けることができたんでもう50になった時に自分らしく生きたいということでかねてから交際していた年下の夫と再婚を果たしそして子どもを産むことももはやもう誰が見たって50の女が産めるわけないわけですから日本ではまだ当時はあの認められていなかった卵子提供、まあ、認めてられないって言い方は語弊があるんですけれども法律何もできてないんでやってもいいわけだけど、まあ、またマスコミが変なふうに叩くだろうなと。それはは私にとっては いいことだけど、子供にとっては気の毒だなっていうことで、当時あまあの世界の中できちっと合法化されているアメリカのネバダ州というところで、まああの息子を授かって今日があります。で、まあ9分以内の話をしなきゃいけないんだけど、なぜ女性が必要かって要に女性というよりも多くの個性が集まった方がいいと思ってるんです。で、個性っていうのは色々あるわけです。けれども一番分かりやすい。個性は男か女かっていう個性なんだけど、日本の場合は70年経っても。 多分最初の選挙で全体の78%ぐらいだった女性の議員が今何かってご存知ですか大、えー、衆議院議員代議士70年たって10%言ってないのよそうなのよ70年何やっとったって話なんですねで私自身振り返ってみると一つはねやっぱり思い込み 政治っていうのは力仕事で男がやるもんだという、まあ、そういうすり込みが相当やっぱりあの男性有権者のみならず女性の中にあるということだから議員を生む前提である候補者を出すのに各政党が大変苦労するわけですとりわけあの戦後ずっと大政党と言われてきた自民党が一番それができてこなかったそれなぜかというと、まあ、野党に比べて魅力があるからですね 権力ががあっってていろんなこととできるっていうと男はわんさ,かわんさか来るわけですよ美味しいしとこ取りで,で自民党で女性が増える時っていうのは2通りあって、まあ、決定的にやばい時さっきのやばいって話が出たもう自民党負けるぞっていう時は男の人がこうためらうわけですね負けるの嫌だからそうすると女性が出てくるとか大ブームが起きる時小泉チルドレンとか何、えー、だ安倍 なんちゃらとかね、そういうもうめっぽうこう支持率が上がった時は引きずられるような形で女性が増えます。ただそれがこうサステーナブルじゃないってこと。要はどのてどの政党でもいいんですよ。やっぱ勝ち続けることが大事で、私自身はおかげさまで今日はあのフレッシュな山尾さんと池内さん来てるけど、1960年生まれですよ。57になるんです。 ででも私の取り柄は勝ち続けてきたことなんですで。結果、今すべての政党の女性議員は、まあ、絶滅危惧種ですから自慢できませんけどわずかな数ですけれどもその中で一番当選回数議席の獲得回数が多いということで今日はしゃしゃり出てきたわけですねですから私がこれから望んでいる方はここにいる人たち法律ができたことで啓発活動が始まります男性の仕事じゃないんです。 さまざまな個性がより集って国民の代弁をする仕事なんです。で、私たちは残念ながら、まだ女性が抱えているさまざまな問題が法律として解決されてないという現実がある。 それを進めていくためにぜひ女性の皆さんには意識を変えていただき男の人に変えていただくという間に自分たちがさっき言ったみたいにとりあえずは数が大事ですもう男の人たちはやたらいるからいいも悪いも分かんなくなって女性は数が少ないから非常に集中的に攻撃されるけどそういうところも少しご理解いただきながらぜひ皆様方には。 多くの女性を自分が出ないんであれば出,て出ようとしている女性の背中を押してくれるパートナーになっていただきたいそういう、まあ、今日はあの触れ合い出会いの場であってほしいなと思いますえ実は今日私あの息子が小学校1年生になりましてあざーす。 でまあ、障害を持っているのでずっとやっぱり一日中学校にいなきゃいけないという、まあ、厳しい宿命を抱えているんですがその結果、ちょっと仕事がず全部後手後手になってしまったのでこれをもってさっさと、えー、退出させていただきますけれども今日の出会いを大切にして私がいただいた議員立法のすべての発出源は女性だったということをお伝え申し上げましてここで失礼させていただきます。皆ささん今日は楽しししいいいひととときを過ごごてくださいありがとうございました 野田聖子さん、どうもありがとうございました。もう、あの、お帰りになられましたけれども、なんか勝ち続けて,て。勝ち続けてきた野田聖子さんが五十歳で、自分らしく生きたいって言ったところ、なんかすごい良かったなと思います。えっと、次に、そうしましたら、えっと、衆議院議員の山尾白地さん、お願いいたします。え、皆さん、こんばんは。 えー、民進党の山尾志りと言いますはじ、えー、めましての方もいらっしゃると思うので、えー、私はですねもともと政治とは全く縁のない家庭で生まれて最初の社会人としての仕事は「あのアニー」というミュージカルで「トゥモロー、トゥモローあしは幸せ」って歌ってましたその後まあ実際に年を経て最初のいわゆる職業はちょっと明日は幸せっていうこととは全く違う あの検察官検事っていう仕事をやってましたよく言われるんですね検事って言えば自民党じゃないのみたいなやっぱ権力っていう感覚があるんでしょうかねでもまあ本当に政治に縁のない家庭で生まれた私がなんで検事を辞めて政治家を目指したかある事件がありました60代を越した女性のホームレスの方が中学生の男の子のグループに 命を奪われて亡くなりました私その事件を担当しました本当に自己責任社会の不条理というか悲しさ辛さっていうのを感じましたなんで年葉もいかないこのあどけない顔の中学生の男の子たちが万引きから始まって人を殺めるまでこの社会に居場所がなかったんだろうってそもそもなんで60過ぎた女性がテントでホームレスとして 暮らし続けて、私も含めてみんなで放置をしておいたんだろうって、そういう社会を変えたくて、子どももそういった年をね重ねた女性も、政治に上げる声を持っていない、やっぱりそういう人の声をしっかり政治につなげて、やっぱり自己責任の冷たい社会を変えたいって、そういうふうに思って検事を辞めて、そうするとちょっと自民党ってわけになかなかいかないんですね。 この私の描いている社会像からすると。であの、民主党当時、そこで手を挙げて、そして政治家になりました。与党として政治家1年生を始めて、3年3か月で与党の生活は終わりました。私は2回目の選挙で、今、野田さんもおっしゃってて驚いたんですけど、私も2回目の選挙で落選をしました。でも 落選をしてすごく悔しかった。それが本当に今、私にとって良かったなと思ってます。なぜなら、一期目の私は、国会議員としての仕事の重さ、そしてとりわけ、絶滅危惧種と言われている女性議員としてバッジをつけている、この仕事の重さ、これを本当に感じてただろうか。やっぱりそれをもう一度、立ち止まって考える機会をもらいました。 子ども、女性、そして住む場所のない年を重ねた先輩世代、そういう世代の声なき声をちゃんと政治の世界に届ける努力を最初の一期、3年3ヶ月、私、どこまでやってただろうかって思いました、それと合わせてちょうど2011年に私は子どもに恵まれて母親になってました、野田聖子さんと一日違いの出産日でした。そして 落選をして私は女性の国会議員であることということに初めてとっても自覚的になりましたそうすると聞こえてくる声が変わるんです前のように私は男性議員と同じように仕事ができるそういうふうに思って国会議員をやっていた時と聞こえてくる声が変わるんです落選中でも駅に立ってると颯爽とカバンを持って 仕事場に向かうキャリアウーマンの女性が、ふと足を止めて、私のところに戻ってきて、自分の不妊治療の苦しみを語ってくれる。あるいは、私が歩いていると、お店から、やっぱりこれも働いている女性でしたけれども、走ってきてくれて、山尾さんですよね。実は私、癌なんです。この髪、カツラなんです。でも女性が、 ガンと戦いながら今まで通りに働き続けるためにこのウィックってなくてはならない命綱なんだけれどもこれは税金で考慮を全くされないお金が欲しいんじゃないんですとでも政治のメッセージとしてやっぱりそういった私たちを応援するそういう気持ちが欲しいんですそういう声も届けてもらえるようになった落選中の私なんて陳情一つなかなか対応できないんだけれどもそういうところに まあ相談ごとに来てくださってそして最後全く別の自分の抱えている性被害のことを話してくださる方もいらっしゃいました落選中の2年間で本当に私は届けなきゃいけない女性の声が地元中に社会中に日本中にあふれてるっていうことを教えてもらいましただからですね2014年の選挙でもう一回 野党だけど国会に戻してもらったとき、もうそういう女性の声を届けるんだと。本当に嬉しかったですね。でも大変でした。野党で何ができるんだと、今度は言われました。山尾さんは頑張ってるかもしれない。女性でも頑張ってるかもしれない。でも野党って何か物事変えられるのかって聞かれました。そんなとき、去年のあの、 一人のお母さんの声、保育園落ちた、日本死ねっていうブログが私に届きました。でも実はそれを私に届けてくれたのは、当時うちの事務所にインターンで来てた19歳の女子大生2人です。これ私たちの近未来だと。山尾さん安倍総理に質問するならこれやってって、こういう声を届けてくれた。その声に私背中を押されて、総理に質問しました。 質問終わって私失敗したたと思ったんです私はそうやって子どもたちそして女性たちそこに大きく政治の予算の割合を変えるこのことが日本の社会をどんなに変えていくかそういう話をね安倍総理としたかったんですでもね全然行き着かなかった入り口でドアがパタッと閉まって誰が書いたか俺は知らん じゃあ私紹介しますって言ったら、とりわけ与党の席からの男性議員のものすごい味入り口で閉まってしまったドアを質問の力でこじ開けることができなかった自分にがっかりしました。でも、それをもう一度ドア開けてくれたのもやっぱり女性だった。名を名乗れって言うなら私たちが名前名乗るよと。1週間で2万7682人の女性と そして、そうだそうだとサポートする男性が、ネットを通じて、署名を届けてくれて、1週間後には私、赤ちゃん抱っこしたお母さんたちと、塩崎厚労大臣にその署名を届けに行ってました。そこから、社会が変わった、政治が動いた、まだまだ、この保育や子育ての問題、解決には程遠いし、規制緩和という解決の流れは、間違った部分があると思うけれども、 それでも、社会が政治が子供を、女性をこれ以上無視できなくなった。本当に女性の力とつながれば、野党、与党、関係ない。社会や政治動かすことできる。変えることができる。そうだと。本当にそういうことを私に教えてくれたのも女性たちでした。その女性たちのアクションの中で、 私はたまたまバッジをつけているからそしてたまたま総理の,あの相性がいいっていうんですかね結構あの組み合わせいいんですね思いもかけない答弁とかしてくれたりもするんですねあの私は、えー、立法府の長ですとかねそういうことも言ってくれたりするんですねだから私はたくさんの女性たちがそれぞれの立場でやれることをやれる限りつないでくれる粘り強く 動いてくれる私はバッジをつけているから私はその中で総理に質問する役割だよでももっと増えてほしいんですそういう役割の女性もそういう中で今国会まさにいい、まあ、各政党がねできるだけ候補者を半々にするこういう法案が今国会皆さんの力でなんとか成立までこぎつけようとしています本当に今こそ こんなに政治の世界が女性を求めている時代はないしもうあの初めて憲法を変えた総理とかね初めて集団的自衛権認めた政治家とかねそういう男のロマンの初めてシリーズはもうやめてやっぱり市民が求めていることをしっかりと解決していく政治には私は女性の声と女性の力が絶対必要だと思うからぜひ皆さんと一緒にこの動き止めたくないと。 思っています。みんなで一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。山尾さんどうもありがとうございました。と子育てするようになってから、ケアするようになってから聞こえる声が変わるっておっしゃってたんですけれども、私も去年保育園問題でイベントをした時、その時も山尾さんがいらっしゃっていただきました。自分たちのモヤモヤが実際に国会の質疑応答とつながっているっていうことがえっと肌で実感できた。えっと。 瞬間だったと思います。どうもありがとうございます。それでは続いて池内沙織さんお願いします。あの。はい。池内沙織です。えー、今、お二人の、あの政党は違うけれども、女性議員という立場で、お話になった。先輩の話聞いてると、やっぱりこう、国会の中でも、マイノリティとしての女性。 そしてその中でいろんな瞬間に歯を食いしばりながら頑張ってこられたというなんだかこう連帯のような感覚を覚えるし私自身あの結構そのまあ頭の色も違うっていうか毛色が違う <laughs> そういう中で私のような個性も国政の場でこう仕事をさせていただけるというそういう時代を切り開いてきたっていうのは連綿と続く女性たちの戦いがあったからだということを改めて 今痛感をしていますで私は愛媛県の松山出身ですで,今1期目ですす今期目愛媛の松山本当に保守的な場所で何ていうか女は黙っておれという空気感が満ち満ちているそういう中で私育ちましたなので親戚が集まった場などではですねあの大人の会話であの全然理不尽なんですけど。 こう結局結論を男が決めてでなんでこんな結論に従わないといけないのか全く意味わからないんだけどそのように事実が流れていくとで母に対する記憶はやっぱり一人でお風呂場で泣いたりトイレで泣いたりするいろんなことを耐えながら生きてきた母の姿というのを私は小さい時に、まあ、その時はなんでそうなってるのかなんでお母さんがこんなに泣いてるのか 私はよく分からなかったけどでもそういう記憶としてまず残っていますこの母の涙がなぜ流れるのか最初はやっぱり家族関係とか人間関係に結論を見出しがちだったんですけどだけど私はある時ジェンダーという言葉に出会った時に初めてそれが社会に根深い女性差別でありそのもとで作られているさまざまなシステムのもとで多くの女性たちの生き方が制限されているということを あの理解するようになりましたでそのことが分かるまで私も本当に苦しみながら生きてきてたと思います私自身はあのやっぱりこの成長の過程で自分が女だということを理解しますよねでこのジェンダーに凝り固まった女らしさっていうものを突きつけられるもんだからとてもそれに自分自身抗い続けてきたんだというふうに思います何か征服しかねるっていうかだって女らしさは私に。 目の前にいる男をその人が尊敬に値するかどうかは別として敬えというんですね <laughs> そしてその女らしさは私によく理解をんていうか黙って従えということを私に要求する私はどれも全部嫌でしたそしてこういう社会で生きなければならないということを結構最初の段階でああこうなんだと諦めてきたことを覚えています。 でじゃあなんで変わったかっていうと大学に入ってこれも母がですねたった一人女でも一人で生きていけるだけの力をつけると言ってくれたでロールモデルないんですよ,よ私が生きた社会は愛媛の松山いいとこですよとってもだけどね文化は社会的な精査は厳しいなのでロールモデルとして大学にまで進学した私の親戚はほとんどいませんみんな早々に結婚をしていった だから大学に行きなさいなんて言ってくれたのは本当に母一人だったそういう中で大学に出てったらなんと世界はものすごく広くって私が友達になったあの大学であの日本共産党の学生党員として活動している人たちが結構いたんですそれでそうした彼女たちから私はジェンダーという概念を教えてもらいました社会が求める生き方をしなくていいんだと初めて分かった時にすごく自由になりましたそしてて同時に涙もあふれて この鎖にまだつながれている多くの女性たちもいるんだということを気づいたからこそ事態の深刻さというのも実感できたそして大学では吉見義明先生があのいらっしゃってそれで日本軍慰安婦のことも大学で初めてまともに学んで戦時性暴力のことについて学びましたそしてこの歴史の中でほとんど顧みられることのなかった多くの女たちのいろんな悲しみや諦めというのを私は想像して 心が痛くなったしこの声をやっぱり見えるように二度と再び繰り返さないために社会を変えるんだという思いでそれから生きてきたつもりですそして国政の場にいろいろ吹っ飛ばしますけど <laughs> 押し上げていただいてこの課題には要は性暴力の課題私は思うんですけどジェンダーの一番その根深い女性差別の根深い現象形態が やはり性暴力だと思いますここに挑まないわけにいかないと絶対なかったことにできないという思いでこの間も取り組んできましたそうすると女として女の権利を声高に叫び始めるとしかも公人という立場でまた社会は違って見えますもうセクシズムといいますか性差別に凝り固まった言葉がどんどん、まあ、言葉とも言えないですよね汚いそういう 差別意識といううものをバンバンンぶつけられるようになりましたツイッターでは私のアカウントはいつも汚されてる許せないと思うだけど私はまあ受けて立つと思いますよ匿名の世界でいついつでもどこでもですね匿名だからって言葉をこう私に突きつけてくるそういう人たちには私負けないしな,おなのれと言いたいたですよこっちは全部晒してやってる <laughs> あなたも晒すべきだと。 匿名の世界で隠れてないで出てこいということはこの場を借りて言っておきたいと思う <laughs> そろそろ時間なのでまとめたいと思いますが私はあの多くの人たちがこうした社会が求める女らしさ男らしさに抗っていってほしいしやっぱり自分に内面化されたものに気づいてほしいとでねばかはくば男らしさを乗り越える男性議員に登場していただきたい 性のの問題とかこの女性の権利の問題を女だけにやらせないでいただきたいあなた方も語っていただきたいということもこの場を借りていっておきたい <laughs> そして最後に女の子たちに我慢する必要はないあなたの意見を言おうと言いたいし決して諦める必要はない人生を切り開こうということを心から訴えて政治を変えるために私も一緒に頑張るからみんなで勇気持って頑張っていきたいということを。 最後に言って終わりたいと思います <laughs> ありがとうございますいました池内さんどうもありがとうございます池内さんの髪の色ピアスかっこいいスーツを見てえ議員でもそういうのありなんだっていうのが <laughs> 正直な感想ですあとなんかもうせいあありありあり あとでも本当性暴力の問題は本当自分自身もそうですけど苦しいです苦しんでいる人いっぱいいます、なんか本当にお願いしたい、共謀罪とかなんか知りませんけど <laughs> もう本当によろししくお願いします、はいえっと、それではこれで第一部を終わります、えっと、スピーカーの皆さんにもう一度盛大な拍手をお願いいたします。 第2部の準備に入りますので少しここでお時間をいただきます。